皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、独裁国家との戦い、頑張るジョーで参ります。本日はですね、独裁国家中国とロシアとの戦い、各国の動きというのが、結局、バフムート、ウクライナにつながっているというお話でございますが、まずはですね、サムネイルとタイトルの回収から今回は始めていきたいというふうに思います。まずはこちら、積極五穀情報さんでございます。よろしくお願いします。頑張るジョー、カッコジアということでございまして、ジョージア軍団がウクライナに新たな義勇兵部隊を結成しましたということで、新たなジョージア、義勇兵部隊ができますという話なんですが、その結成する時のですね、まあ、儀式といいますか、結成の集会の映像をくっつけてくださっております。この中で喋っていることを積極五穀情報さんが跳躍してくださっているんですけれども、もうこの跳躍を知ってしまうとそれ以外には聞こえませんという話です。どういう跳躍つけているかというと、もういいか、もういいか、もういいかってザーザーする中で、もういいか、もういいかって誰かが確認取っていて、その後全員でですね、手を合わせながら、頑張るジョーって、機嫌を上げているっていう。そういう跳躍になります。早速ご覧いただきたいと思います。こちらですね。はい、聞こえましたね。もういいかって確認取った後に頑張るぞって言ってました。しかしですね、一人でも多くの方がですね、生き残って、この戦いをですね、戦い抜いてほしいなというふうに思います。では、回収も終わりましたので、ロシアの国内の話から行きましょう。また、積極五穀情報さんです。よろしくお願いします。またまた1年越しで出てきましたということで、全ロシア商工会議でございますね。メディアによっては、ロシア商工協会という名前で出てくることもあります。退役軍人の会になりますね。1年ぐらい前に当チャンネルでも取り上げさせていただいておりますけれども、またプーチンやめろっていう声明を出しました。まあこんな感じでですね、これ商工会のホームページなんですけども、商工会議のホームページなんですけれども、まあ YouTube とかにもチャンネル持ってまして、そこでも発表してますね。動画出しているっていう形で、プーチンやめろっていう、そういうのを出しました。で、この商工会議というところ、侵攻前から今回の侵略戦争に反対をしています。こちら、前ご紹介させていただいたニュースになりますけれども、こんな感じですね。全ロシア商工協会がプーチン辞任を要求、キエフ制圧でも戦略的敗北は避けられないということでございまして、侵攻前からウクライナに侵攻したら負けるってことを言ってます。さらに、ウクライナがロシアを嫌ってしまってるのは、それはロシアのの振る舞いが悪かったから嫌われて当然だっていうことも言っております。さらに言うと、侵略戦争なんか開始しようもんなら、ロシアは世界の中で孤立をしてしまって、もっと弱体化して分裂してしまうぞっていうことも言ってる。結構まともなことを言ってるので、私も最初はまともな組織なんじゃないかというふうに思っていた時期がありました。しかし今回ですね、どういうことを主張してるかと言いますと、また積極五穀情報さんのツイートに戻りますね。こんな感じ。彼らは自分たちが政権を取れば以下の変更を実行すると主張なんですけれども、下等政治家を打倒する最高の支配者が登場ということで、また支配者を据え付けるっていうことですね。まあ、支配者変えるっていうだけの話。あとはオリガルヒを取り締まる金持ちは許さんということです。憲法をロシアの真実に改名ということで、まあ、これちょっとよくわかりませんが、次は1993年以降の国民の敵は罰せられるということでございまして、まあソ連崩壊して以降のですね、経済がこう自由化していく流れは許せんということだと思います。そしてドルやユーロの自由流通を中止、移民を禁止ということでございます。完全に鎖国するってことを言ってます。で、ここには出てないんですけれども、よくわかりませんが、ロシアの人口10億人以上にする、鎖国をしていながら、ロシアの人口10億人以上にするということを言ってますので、まあ普通のロシア人から支持を受けるような団体では結局ないんだなということですね。で、さらに言うと、この団体が侵攻前から今回の侵略戦争に反対をして結構まっとうなことを言っているのはなぜかということなんですけども、この団体はひとまず、ソ連を解体した張本人であるエリツィンさんに対して辞任要求をしておりました。そもそも論で。で、プーチンさんに対しても2003年からプーチンやめろって言い続けています。
うん。なので、プーチン批判、政権批判のために、まあ、ウクライナに味方しているような意見に結果的になっちゃっている団体ということだと思います。中身はゴリゴリの民族主義のタカ派ということですね。なので、今、ロシアでですね、まあ、まともな議員さんっているのかなって、つまり、プーチンさんが、まあ、プーチン政権が崩壊した後、代わりになるような人がいるのかなということを考えると、ほとんど刑務所に行ってる気がしますね。うん、一人女性の方でまともな議員さんが一人だけ残ってます。今回の電子システムの徴兵にも反対しますし、クリミアの併合とかですね、ドンバス地方のことであったりとか、まあいろんなものに反対をしている人がまだお一人だけ上院で生き残っておりますけれども、まあこれに関しては長くなるといけないので、また動きがあったら改めてですね、皆様には紹介をさせていただきたいというふうに思います。まずはですね、全国商工会議、全商工会議というところがまたプーチンやめろっていうことを言い出した。しかしこれもロシア国内の混乱要因になっていけばいいのかなというところで、をさせていただきます。では各国の動きに行きたいというふうに思いますが、まずはこちらウクリンフォルムの平野さんですね。よろしくお願いします。メローニイタリア政権が一帯一路からの離脱を検討しているというブルームバーグの記事ということで、ブルームバーグが英語の記事の方ですけれども取り上げてきました。 G7 の国の中で一帯一路に署名している唯一の国がイタリアなんですね。ところが、このメローニさんのこの発言というのは、決して驚くべきものではないです。なぜかというと、こういう形、メローニさんは首相になる前から、自分が首相になったら、この親中イタリアを変えるってことを言ってました。うん。もっと台湾と連携をしなければいけないってことを、首相になる前から言ってたんですね。うん。なので、特に不思議な動きではないんですけれども、まあ、中国としては、面白くないということになりますね。で、新ロシアになるっていうことも言われていましたし、ロシアファンの皆さんからはメローニが首相になった、これでロシアの味方が増えるって言ったんですけど、全然そんなことないですね。イタリアはさらにロシアの侵略戦争に対してノーを言う国になりました。そして今度は中国に対してもノーを言うかもしれないという情報が出てきたということでございます。次はドイツなんですけれども、ドイツがですね、ロシア外交官を大量に追放しましたね。なんかね、20名以上って書いてあるんだけど、他の記事とかだと34名だったかな。30名を超えるロシアの外交官を、ペルソナノングラダで追放したっていう話も出てますね。一応ロシアも報復で20人以上の外交官をドイツに戻したっていう話が出ておりますね。で、ドイツというのは、やはり独ソ戦で敗戦をしておりますし、まあその後の歴史認識でも、結構なんですかね、ロシアに気を使う、ソ連に対して、ソ連からロシアになってもそうですけども、気を使うっていう外交をしてきたように思います。しかしですね、今年の1月25日からなんかドイツは変わったんですよね。つまり、レオパルトを供与したぐらいからドイツの姿勢が鮮明になってきたというふうに思います。うん。で、鮮明にする大きな役割を果たしたのが、やはり、ベアボックさんじゃないかと思いますね。ちょうどレオパルドを渡したぐらいの時にこんな発言をしてるんですよ。ドイツとロシアは戦争状態にあるっていうことをこの人は言ってるんですね。うん。いよいよドイツがですね、対ロシアに対してもう気使うのはやめたという、そういう姿勢を今年は取り始めているということです。ちょっと気になるのが原発を全部止めてしまったエネルギーの問題ですけどね、これ一体どうすんのかなというところはありますけれども、まあ一旦このドイツがですね、もうロシア敵だというふうに踏んだということになると、これだけの攻撃力のある国なので、相当手強い相手をロシアは敵に回してしまったんじゃないかなというふうに思いますね。目覚めたドイツを今年も見てみたいということで期待をしていきたいというふうに思います。では次の国はトルコでございますけれども、航空万能論 GX さんですね。よろしくお願いします。トルコがですね、去年の11月に、まあ、兵器を渡したと。レーザー誘導ロケット弾 TRLG230 というのをウクライナに渡していたんじゃないかと。この写真写ってるやつでも言われていました。で、オリックスジャパンが視覚的にも確認できるみたいなことで渡したかもしれないってことを言ってたんですけれども、本当に渡していたという話ですね。トルコはウクライナに武器支援してましたっていう話。バイラクタルだけではなくてね。うん。これ、国家の承認がいりますんで、確実に。トルコは
ウクライナの味方だったっていうことですね。それでもトルコが完全にウクライナ側に核を決めてつくかっていうと、トルコはトルコで、今、まあ、物価の問題であったり、通貨の問題であったり、国内が揺れに揺れていて、ここから大統領選なので、やはり国内が優先、その上でウクライナを支援するっていう形には変わりないと思いますけれども、結局トルコもウクライナに武器支援をしていたという話でございます。次はアジア方面行きましょう。インドでございますね。ブルームバーグ、ロシアによるインドへの兵器供給滞るっていう話なんですね。これはですね、やっぱりルーブルで取引をしたくないっていう。で、当然インドなんで人民元なんかお断りっていう話なわけですよ。領土問題がありますんでね、中国とは。で、この話というのは、ロシアがですね、インドに対して武器を販売していたけど、それを全然インドに送っていないっていう情報がまず先行して数ヶ月前に出ていて、このチャンネルでもお伝えさせていただきました。なので、ロシア側がもう兵器がなくなってきて、インドに渡せなくなってるんじゃないかっていうふうに、当チャンネルでもお伝えしてるんですけども、どうやらことはそういうことじゃなかったみたいですね。ちょっとロシアには濡れ衣を着せていたというところが本当にあったと思います。その分に関してはロシアさん申し訳ないと思うんですけれども、どうやらインドが金払ってなかったっていうことですね。うん。で、この記事の中に出てくるのは決して少なくない額でございまして、日本円で2700億円分、インドがロシアに金払ってなかった。1年間も。で、ルーブルは嫌だ。で、まあ人民元は使わない。でもドルとかユーロがスイフト排除されているのでなかなか使えないというところで滞っていたということですね。ということになると、インドが全然金払わないからロシアはまあ約束していた武器を送るのを一回止めていたっていうことになりますね。けども、インドを味方に入れたいもんだから表立ってロシアは気使って文句を言っていなかったということですね。ロシア寄りに立てば懐の深い外交と言えるかもしれませんけれども、それだけ味方が少ないということも、これは浮き彫りにしているんじゃないかなという気がいたします。はい、というところですね、各国の対独裁国家に対する動きというのを紹介させていただきました。で、こういう動きが結局のところはですね、ウクライナという国につながっていく。ウクライナが今一番命を削りながら独裁国家ロシアと戦っているということになります。そしてその中心地はやはり現在はバフムートということになりますね。反転攻勢が始まった時にその中心地は変わりますけれども、それが始まるまではやはりバフムートがその中心地ではないかと思います。かつてバフムートはですね、こんなに美しい街でした。緑がいっぱい、そして水もある、花もある、建物も美しい、花の多い、美しい街だったわけですね。観覧車もありますね。こんな綺麗な観覧車だったんだなーって本当に思います。この美しい街、バフムートが、ロシアの一方的な侵略戦争によって現在はこういう街に変わってしまっております。あらゆる建物が破壊され、ガラスが割られております。煙が立ち上るような形になっておりますね。あの美しい街バフムートが現在、瓦礫のような街に変わっております。それでもウクライナの皆さんの日常というのはこの街を死守するという任務を負っているということになります。はい、こちらが、最前線バフムート少し郊外だと思いますけれども、そこで戦闘に従事するウクライナ兵の方の動画ということになります。もはや泥まみれでタバコ一本を分け合っているというそういう動画でございます。うん、一応タバコ以外にもですね、下の方に食料なんかも置いてあったりするんですけれども、すべてが泥まみれという中でですね、命を投げ打ってまでこうやって、毎日の生活を送っている、そういう戦いが実はバフムートの中にあるというお話でございます。
独裁国家と戦う、それは国際的な大きな地球規模の舞台でもニュースとしては見れる。しかしウクライナという一国でも見れる。ウクライナの中のバフムートという一地域でも見れる。そしてそのバフムートの中の一つの塹壕の中でもまた見れるということです。いろいろな視点で今独裁国家と我々は戦っていく。その中心地にウクライナがあるということですね。これからも支援を続けていきたいというふうに思います。では最後にですね、ウクライナの動画で私がものすごい好きな動画があるんですよ。今ですね、戦争という本当に悲惨な体験を知るウクライナの人々なんですけれども、なんというか何とも言えない生命力を感じる動画というのがあります。現在またミサイル攻撃をされたハルキウの街のワンシーンでございます。それを最後にご覧いただきたいと思います。こちらですね。はい、車椅子だと思うんですけども、ものすごいスピードで走っておりますね。そして大きなウクライナの旗をはためかせながらブワーッと走っていくという、そういう映像なんですけれども、戦争というとても悲惨な環境にありながら、そしておそらく戦争でかわかりませんが足を怪我されている状態にもかかわらず、車椅子を改造して国旗をはためかせながらですね、こうして疾走する映像というのを見ると、やはりウクライナが勝つんだなという気持ちを新たに私はするわけです。そして、日本という安全な国にいながら戦争疲れみたいな気持ちになるのは本当におこがましいなと思いですね、また気持ちを奮い立たせて、民主主義を守る戦いを自分のできることをしていこうと改めて思う日が私にもあるというお話でございます。皆様はどのようにお感じになられるでしょうか。はい、というところでですね、本日は頑張るジョーの回収から始めてですね、独裁国家と民主主義国家各国の状況というのをお伝えさせていただきました。そして最後は結局、独裁国家と戦うウクライナへの応援というところに気持ちは着陸していくというお話でございます。ご視聴ありがとうございました。